神戸ファッション造形大学短期大学部は、兵庫県明石市名南町2-1の52本部を置いていた日本の私立大学である。1967年に設置され、2011年に廃止された。本校では、全進校についても説明する。神戸ファッション造形大学短期大学部は、兵庫県明石市内にあった日本の私立短期大学。 学校法人、福富学園により、同学園経営の神戸ドレスメーカー女、学院創立30周年記念事業として1967年に、明石女子短期大学として設置された。かつては三学科を要していたが、神戸ファッション造形大学開学後は、服飾系の学科のみとなった。野の地著水地に隣接しており、周囲には、 赤石市立小中学校や兵庫県立赤石南高等学校、神戸市立小中学校などがあり、教育施設が密集した地区にあった。1990年以降は、短大名に、神戸と関していたが、所在地は、神戸市ではなく、赤石市であった。赤石短期大学豊かな人格を備えた人材の、育成幅広く応用し得る専門技術より、 予期実生活の創造神戸ファッション、造形大学短期大学部赤市短期大学及び、神戸文化短期大学神戸ファッション、造形大学短期大学部2013年に、校舎は解体され、住宅の分譲地となった。学科赤市短期大学及び、神戸文化短期大学神戸ファッション、造形大学短期、大学部専攻科別科取得資格について、大学関係者オーストラリア、 ありがとうございます。